ス。うわー、いいタイミングでボールですね。これはね、まああそこの関門に行かなかったどうかがね、どうなるかですよ。うわ、ニヤニヤしてた教える側ですからね、この人。はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。視聴者のバトルメモリーを視聴者イエイ。はいはい、というわけで、はい、さあ、視聴者からいただいたバトルメモリーを見て、はい、水沢君にアドバイスしていただきたいと思います。はい。ちょっと久々だね。はい、そうです。やっていきたいと思います。はい、裏切りマンキーコング、西沢様、富士様、はい、世界のチャンアツと申します。お願いします。普段は漫画を楽しく描いています。おう。はい。漫画家らしいです。漫画家中山敦さん。スーサイドガール連載中。おー、すごい。フォロワー10万人ぐらいいます。すごい方。はい。倍名ですか？おー、違う違う。逆逆。逆逆。俺らの方が倍名。俺4万人いるんですよ。いや、負けてるよ。負けてるじゃん。倍名ですか？負けてる負けてる。全然ダメよ。はい。俺、マッチングしたことあるわ。あ、ほんと？うん。富士山をライバル視しています。あれ？なんだと？バトルメモリーを送らせていただきます。スプラ2は、2500ぐらいまで、いけてたのですが、スプラ3では勝ちが全く拾えず、X パワーマックスでも2300未満、ひどい時は勝率5割切ってしまいます。あら、なるほど。はい、動画のようにキルを狙っていっても、全滅から逆転されたり、して負けることが多いです。どうしたら勝率が上がりますかと。で、現在のパワーが、エリア、ヤグラ、ホコアサリから、1926、1869、2114、2077ということで、まあ富士山より、今の富士山よりちょっと下ぐらいのこの辺がいっちゃんきつい。まあね、いっちゃんね、なんか迷う部分だと思う。はい、これからも楽しみにしてますということで、はいはい、じゃあもうちょっとリザルト出てるけど、めちゃくちゃ倒してるのに勝ててない試合ね。まあこれよくあるよね、こういう負け方。こういう負け方の場合って、まあ僕ちょっと浅はかな意見ですけど、味方が悪かったんじゃないかって思っちゃうわけですよ。なるほどね。はい。いや、これ負けないけどね。まあ、これちょっと何があったんだろうね。敵の、だってさ、ハイドラ2の6で。あんま言うな、あんまその、なんか。お風呂も4の7で。まあ、あんま調子よくないよね。この時多分相手の方は。中で。これどうやって負けんのっていう話。なるほど。聞いていきましょう。はい、ちょっとこういうの見ていきたいね。うん。あ、どっかしらやっぱり負けにつながる動きありますから。うん、そうだね。うん。それを自分がやらないようにするのが大事だよね。そうだね。うん。編成的にはまあしんどいよ。うん、あんまり良くないよね、お互いね。まあ確かに、決定打にかけるな。まあローラーの役割としてはどんな感じなんですか？ローラーはもう矢倉止めつつ、矢倉上にバリア吐いてもう進めてくるみたいな。そうだね、進める時のバリア大事だよね。ああいい仕事、ああいい仕事。勝ちじゃん。どういうこと？勝ちじゃん。だってあともう左、そこの左手がいるでしょ。ああいるね、それだけね。あれやっちゃった。グレートバリア入って、はい、グレートバリア出してます。素晴らしいです。で前出て死んでグレートバリアに飛べたら最高みたいな。まあでも全然初動最高よ。これで一人やってんでしょ。うん、これ負けちゃダメなのよ、こういう試合。ああ確かに。うん、逆言うとね、これできるってことは2200はいけるもんね、安定して。そうだね、まあ2500いってるわけですから前作。あ、そうだね、確かに前作で。やぐら絶対こう関門進めてください。確かに。いやいいよ。あっあ見えた。ここ行く行ってないだいぶ違うよ、正直。見えたぞ見えたぞ。今の行く行かない、行く行かない問題。いや、そんな物理の問題みたいなある。あ、いいじゃん。相手キス。うわー、いいタイミングでボール投げてね。これはね、まあそこの関門に行かなかったどうかがね、どうなるかですよ。うわ、ニヤニヤしてた。教える側ですからね、この人。さあ、まあここの第一関門は合ってないようなもん。まあそうだね。あとやられたタイミングがちょっとタイミング悪かったから。そうか。うん、第一はもう絶対止めに参加できないね。イージー通過されちゃったね。まあでもちゃんとああいう詰めてくる相手を倒して、ああしかもなんかその、うん、代わりにそれかお風呂やりたいね。うん、あ、なんか硬いな。ああ倒しました。で、はい、いいですよ。ああいいじゃん。いいな、イカにやっぱね、楽しいんだよね。さあ、ただおう、いい、全然いいっすよ。今んとこ問題ない。多分どっかの止めダメなとこがあんだ、これ。まあぶっちゃけ一応関門差はないからね、もう最後の最後とかなんかな。まあそうかもね。まああとやっぱり第2まあこういうミスはもう正直そんなに試合の勝ち負け関係ない。まあ別に前の方でねやられてるだけだから今んとこやっぱり負けつながるのはあそこのカモンいってないところだ。確かに9番で下がっちゃってそこに味方乗られてそのまま渡しちゃったね。3あそこ無理やりでも無理やりは行ってなかったよね。そうだね、全然生き残ろうとしてたね。生き残ろうとしてたよね。あそこは無理やりっていい場面なんだよね。はい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 。ああいいよ、ああいいとこ。うまいよ、めっちゃうまい。そういやちゃんと嫌なローラーの動きしてんだよね。これで2200とかなのがちょっと怖いわ逆に。これがいるってことでしょ、2000台、2000前半台。そうそうそう、それね結構ある。お前早く上がれよみたいな。いつまでここいいんだよっていうの結構いる。そういう人は大体やっぱこのルールがうまくないというか、ルールの動きが下手っていうねイメージがあるけど、いかにもうまく使えてるし、止めるとこ止めてるしね。2落ち取ってるから毎回負けなくねえかこれ。21交換以上取ってるから、そんな負ける要素なしです。いやグラトリもいいっすよ。まあ無理する必要ないからねここね。そうだね。ああこういうのはね、こういうのは取れるようになってる。ここから崩れますよ。あらこの試合ここでパブロを自由にしてしまったことによって、まあ、相手のパブロがうまかったとも言えるけども。そうだね、で右高入られてここ死んじゃダメよ、ここはね。で、次の関門止める準備しときたいんだけど、ローラーだと、まあないね、今さこの位置いるじゃん、はい、止めに行けるかなっていうとこだから、これもね常に行く準備しといた方がいいマジで。だからもう体で行くしかないですからね。ここ絶対行って絶対行ってゴー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 。まあ止まっとで乗られたか。ああこれだな。だからここの読みが甘かったね。もうちょい手前に潜伏しとくのか、もうちょっと早く突っ込むのか。なるほどね。はい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 。これ結構大事。確かにな。だからこのタイミングで突っ込んだら間に合わないってことなんだよね。そうだね。ここにいる時点でも間に合わない。これならもういってるけどね。このカーリングいらなかったんじゃないか。1カーリングのね、このワンテンポがで飛ばれて乗られてか。確かにな。そうそうそう。で、第2関門いけてたら、まだチャンスあったよね。そうだね。こっち側自分がね、行ってたら。まあカウント負けてるにしても、まあ可能さはないっていう状況。だから、今んとこのこの調子の良さ見れば、全然ワンチャンあるよね。いけちゃうみたいなね。それこそバリアもありますからね。グレートバリアを生やしに行く。じゃあ、関門がない状態として、どう ?20 までいけんじゃない？あ、もう行ってそうですよ、なんなら。まだ行ってないよ、29。ここでもうってついてるわけでしょ、ついてるやつが。この時点で29なんでしょ。ここから20までいけるかっていう話。そうだね。まあ、ちょっとバリアも早かったんじゃないかな。まあね、ちょっと早かったね。まあ、で、その関門あるからってのもあると思う、正直。はいはい。なかったらもうちょい、ギリギリでね。ギリギリで。なるほど。関門、いけてたらワンチャンあったんじゃない？やっぱり。もうちょっと遅く多分、バリア入ってたような気はするけど、ね、そうだね。あそこで取ってた時と全く展開は違いそう、また先にさ止める時の速さというか。そうだね、あそこのミスだね。位置取りというかあれ痛いよね。はい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 。確かにな。その絶対止めるスペシャル持ってないからこそね、そうあそこはシビアにいかなきゃいけない。まあちょっとバトルメモリーがね一つしか送られてないので。あら、なるほど。はい。まあでも分かりやすい明確な答えは出たんじゃないですか。まあそうだね、第2関門行ってくださいってのと、止めるタイミングもうちょっとシビアにね、もうちょい余裕持って。そう、普通の動きはもうめちゃめちゃ強かったからね。だからやっぱそこのカウントのとこじゃないかな。かなり余裕を持って勝ってましたけど、敵を倒すっていう部分に関してはもうこのレベル帯の人じゃない。確かに。俺やだもん、当たりたくないもん。こんなん絶対勝てないになるから。なるほどね。さあというわけで、はい、世界のちゃんあつさんの動画を見させていただきまして、まあ今回1本でしたけども、見てて。俺が気づいたところ、なんてないね！ライバルのところに対して気づきなんてあるわけないじゃないか！そんな。ライバルなんでしょ、僕の。いや、ライバル視してる。ライバルではないんじゃない。なんか敵に塩を送るみたいな。あるわけないよ。だから俺は、最後なんか必死に乗ってたけど、あれを最初からやった方がいいんじゃないかとか、そんなこと考えてないね全然。俺やっぱさ、30超えてその感じ出せる富士山、俺やっぱいいなって思う。なんだいいなって。やっぱ俺恥ずかしくてできないもん、その感じ。もう。え、コテコテの、コテコテのキャラできない？子供が喜びそうな。おい、いいじゃねえか、子供が喜んでくれるなら。いや、はい、いいと思います。まあまあ、ちょっと真面目に言うと、最後やっぱね、みんな乗ろうとするんですよ。僕よく経験するんですけど。あれ最初からやった方がいいんじゃないかっていう。まあ途中も別に乗ってはいたけどね。なんかでも必死さ、なんかオラー絶対行くよみたいなのやるじゃん最後。まあね。でも俺最初からそれやるべきだと思う。絶対行くわみたいな。それはそう。それはもう全員に言えることではあると思うけど。まあでもこの試合に関してはそこじゃなかったかな。もうやっぱりあそこで行けるのになんかこうかなり余裕を持っちゃったことと。あそこまで押してるならね、死んでも大して第一関門止めに間に合うし、あそこでやられても。そうだね。そうそうそう。そこを行かなかったのと、まあさっきも言ったけど止めのやり方、止めむずいっしょ、多分ローラーってどうなの。いや、矢倉上に、真下入っちゃえば強いと思うよ。まあそうか、入れれば。ステージによって結構そこ行くの大変だと大変、行くの、止めるの難しいけど、スペシャルとかね、サブに頼れないから。そうだね。そこは逆にちゃんと見ていかなきゃいけないと。なるほどなるほど。はい、まあそんなね、私をライバル視してくれてる、私もね頑張りたいと思いますけども、世界のチャンスさん、まあ見てわかる通り、もう能力的には問題ないので、操作能力ね、2から2500いってるっていう人ですからね。そんなチャンスさん、あとは意識の変換と、大事な場面を見極めるというところをしっかりやっていくために、最後西澤君から格言をお願いいたします。漫画描かずにスプラトゥーンやれ。格言じゃないんですよ、もう指摘よ、ただの。スプラ勝ちてんだったらスプラやれじゃないんだよ。まあそう、それ考えるとね、大変だと思うよ。まあね、仕事しながらですから。そう、漫画家さんって特に、しかもさ、俺らも YouTube とかって家でやるやつだけど、漫画家さんなんて特に家でやる。漫画家の方って、スプラトゥーンやる時間あるんですかね。結構いるよね、でも。いる、多い。ってことは、意外と趣味に割く時間あるのかもね、漫画家の方って。それこそでもインドアが一番楽なんじゃない？もうやってよし、ゲームですぐこうスルッと動けるみたいな、なるみたいなんで、まあそこはね、漫画描かずにはちょっと無理だと思うんで、ぜひどっちもね全力で応援してます。あと売名やめてくださいね。いやしてないね、こっちがさせてもらったぐらい。4万いますから俺。いやいや10万いんだよ、あっち負けてんね、1万5000しかいない。2人合わせてもう6万いかないから。はい。というわけで、ぜひとも、チャンスさん、こちらの格言を胸に頑張ってください。はい、頑張ってください。というわけで、またお会いしましょう。さよなら。はい、またねー。チャンネル登録、お願いします。